ナオミ・クライン、ナオミ・クラインは、カナダのジャーナリスト、作家、活動家。21世紀初頭における、世界で最も著名な女性知識人、活動家の一人として知られる。1970年、モントリオールのユダヤ人活動家の家に生まれる。ジャーナリストとしての活動は、トロント大学在学中に、学生新聞の編集長を務めたところから始まる。1999年に、 ブランドなんか、いらないを発表し、反グローバリゼーションにおけるマニフェストとしての評価を受け、クラインの名は一躍、世界にとどろく。続いて2002年には、資本主義を批判する、貧困と不正を生む、資本主義を潰せを観行、名声を確立した、雑誌、新聞への寄稿も数多い。さらに、結婚相手のカナダ人、テレビジャーナリストのアビ・ルイスとは、共同で、 ドキュメンタリー映画を作成している。2014年、これが全てを変える、資本主義、VS、気候変動を発表した。ニューヨークタイムズ紙に掲載された同書の書評で、ウィスコンシン大学マディソン校のレイチェル・カーソン、記念教授であるロブ・ニクソンは、気候に関する問いを形作る科学、心理学、知性学、経済学、倫理学、そして、市民運動を一つに編み合わせた。 その結果、レイチェル・カーソンの沈黙の春以来、最も重大かつ論争を呼ぶ環境についての本となっていると評した。同書は、マーガレット・アトウッドらによって設立された、カナダ作家トラストが授与するヒラリー・ウェストン作家トラスト、ノンフィクション賞の2014年の受賞作に選ばれた。2015年7月1日、正義と平和のためのローマ教皇評議会と、 国際カトリック開発機構連盟が第266代ローマ教皇フランシスコによるエコロジーに関する教皇会直において示された課題などを議論するために共催した会議、人々と惑星を最優先に直ちに進路の変更に招かれた。クラインは驚いたが嬉しいと語り、また環境と経済に関する現教皇の認識と積極的な姿勢を評価する発言をしている。 ありがとうございます。